出してます。さあでは龍馬さん、お願いします。いや、まあ、一生懸命頑張らさせていただきます。そうですね、あのもうサビの粉雪の部分だけで結構でございますので外さないように、もういつもよりもいい美声を聞かせていただいてですね、このセントリアン、ね、世界に羽ばたけるような粉雪を。わしあの司会者嫌いや。何て言ってるんですか。なあ、リョーマ、いやもうそうじゃの、もういっぱいいっぱいじゃん、わしも。さあ、それではですね、今からその粉雪のカラオケバージョンを流したいと思いますので、賛美の部分になりますので、龍馬様、そうだな、歌詞の方は、歌詞はですね、粉雪だけで結構でございます。粉雪、4文字だけ外さずに言っていただければ結構でございます。よろしいですか。さあ、それでは音楽お願いします。まだですよ。さあ、皆様手拍子を。さあ、まもなくです。全然面白くないもんな。違う、ちょっと見ててもらっていいですか。そうやって言わずに野村さん、フリーキーキーよって言わずに耳音で歌ってくれたから、ね、ありがとうございます。じゃあちょっとあのね、今ね、綺麗に歌いましたけど、我こそはちょっと歌えるんじゃねえか。あ、そうじゃな、人いませんか。さあ、ここは明日のこれでコインが増えるかもしれません。あ、そうじゃ。できるの。さあ、ではすごいな。俺たち人気者になれるぞ。面白いの、面白いの。これ皆さんちょっと綺麗に歌って、ネタの方が良かった。ネタの方じゃなくていいです。もう真剣にやっていただければ結構でございます。あのですね、意外とですね、はい、あのお願いしますって言われた瞬間頭が真っ白になる。粉雪のように真っ白になると、うまいです。ありがとうございます。さあ、でもやっぱりね、もうちょっと聞きたい気がしませんか。もうちょっと聞きたいな。どなたに皆さん聞きたいですか。誰信長様って聞いてますよ。間違いないですね。ではあの、というわけなんで、皆さんがね、その年末にセントリアに忙しい中来てくれたわけですよ。そのためにね、最高の最高の最高の小田さん、小田さん、小田さん、こたび本気で。
足の歌声聞いたじゃん、雰囲気変え。頼むわ、変わります。サレサレ、わしは頑張ったぞ。ありがとうございます。もうね、皆さんね、なかなか練習されているということが分かりました。あの、普段あの現世に蘇ってからカラオケに行かれるという方いらっしゃいますか？あの、歌得意だよという方。あ、わし、フリキ歌った。フリキ、やはり相当フリキ歌うために練習もされたんですか？いや、フリキの練習はしとらんよ。だってカラオケボックスにまだわしらがそうですね、レコーディングするとき入っとらんかったけども、はいはい、あの、入ったことが嬉しすぎて、あの、一人で行って、一人でなんか採点したら、参加者が一人しかおらんかった。俺たちダメじゃないですか。いや、だからみんなちゃんと歌ってちょうよ。ね、皆さんね、うん、歌ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。